オーストラリア在住のトニー・スケフィングトンさんは熱狂的なレスターファン。現在は51歳で、その一生をレスターに捧げてきた。そんなトニーさんだが、昨年3月に末期がんが見つかった。宣告された余命は4ヶ月。あまりに厳しい現実が突きつけられていた。しかし、そんなトニーさんの身に奇跡とも言うべきことが起こる。がんを宣告されてから1年が経過した現在も、闘病生活を送りながら生き延びているというのだ。英国ザ・サンによれば、心の支えになっているのは愛するチームの躍進であるという。昨年3月、レスターはプレミアリーグの最下位に沈んでいた。当時は降格候補の筆頭であり、残留の可能性は少ないと見られていた。しかし4月以降、レスターは急激な巻き返しを見せ、終わってみればラスト8戦を7勝1分けで切り抜け、最終的には14位という順位でシーズンを終え、残留に成功した。レスターの今季の戦いぶりは周知の通りである。開幕直後から安定した成績を残し、ついには悲願のプレミアリーグ制覇まであと一歩のところまで来ている。そうしたレスターに勇気をもらったというのがトニーさんだ。昨シーズン、残留争いからのカムバックを見たこと、そして今シーズンとてもうまくいっているのを見たこと、そのことが私の闘病生活を支えているよ。昨年余命4ヶ月だと告げられた時、レスターは立ち直った。そして私自身もそこから立ち上がったんだ。集中できるポジティブな何かを持つことは人を気分よくする。シーズン終了までチームを見届ける自信があるよ。トニーさんの妻であるドンナさんも、レスターシティがいるから彼は生き続けることができていると話している。サッカー史に残る偉業まであと少しと迫っているレスター。その戦いぶりは世界中で多くの人に勇気を与えているようだ。最後までご覧いただきありがとうございました。皆様からのリクエストも募集しておりますので、気軽にコメントくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。